立花町は、かつて、福岡県筑後地方南部にあった山に囲まれた町、八女郡に属していた。福岡県の南部、福岡市の南南東約5 0キロメートル、久留米市の南東約2 0キロメートルの場所に位置する内陸の町である。北部は、八部川を挟んで、八女市と接し、南部の境界線は、熊本県と県境をなしている。町の東側を、国道3号、 西側を県道4号線がそれぞれ南北に貫いている。北部の矢部川沿いの地域は比較的平坦な地域で北端部の国道3号線沿いが中心集落である。それ以外の町域の大半は九州山地の一角をなす標高300から400メートル級の山地で占められている。戦国時代は鎌内地,地下広に始まるやめの山下城による かまちし家の所領であった。江戸時代は、田中義政所領、田中市開益後、立花宗重所領地となった。中学校町立2010年4月1日、上記2中学校は、統合により立花中学校となる。小学校町立2010年4月1日、上記3小学校は、統合により立花小学校となる2011年4月1日、上記2小学校は、 統合により築南小学校となる町内を鉄道路線は通っていない。最寄り鉄道駅は、久留米駅、西鉄久留米駅、ハイヌ塚駅など。どちらもやめしないと、立花町内を結ぶ、町内を高速道路は通っていない。一般国道主要地方道道の駅。ありがとうございます。